世界のスーパースター、アルゼンチンのマラドーナを迎えての国際親善サッカー第2戦、日本代表対ボカジュニアーズの一戦が今夜7時から底冷えのする神戸中央球技場におよそ1万のファンを集めて行われました。右から左へ攻める紺色のユニフォームボカジュニアーズは、天才プレーヤー10番のマラドーナが率いるアルゼンチンナンバーワンのクラブチームです。しかし先取点は日本が挙げます。前半18分、日本はゴール前でフリーキックのチャンスを使います。このチャンスに11番木村が鮮やかにゴールを決めて、日本が1対0とリードしました。さらに日本は28分、3番野村がセンターライン付近からドリブルで持ち込みシュート。予想に反し日本が2対0とリードして前半を終了しました。後半に入りようやく1万のファンが待ち望んだマラドーナのシュートが決まります。後半4分、ガレカのパスを受けたマラドーナが左足で鮮やかなシュート。ボカジュニアーズは2対1としました。プロの意地にかけても負けられないボカジュニアーズは必死に反撃します。そして39分、マラドーナが絶妙なアシストを見せます。ゴール前で待ち構えていたマラドーナがヘディングでガレカへパス。ガレカが蹴り込んでボカジュニアーズは2対2の同点に追いつきました。さらに試合終了間際、またもマラドーナがトロビアニからのリターンパスを押し込んで3対2と逆転に成功。結局スーパースターマラドーナの素晴らしい個人が冴えたボカジュニアーズが日本代表を下し、対戦成績を1勝1分けとしました。込みの神戸中央球技場ですが、スタンドはマラドーナのプレーを一目見ようという1万人のファンで埋まりました。試合は7時ちょうど、左から右に攻める白いユニフォームの全日本のキックオフで始まりました。全日本は押され気味ながらも数少ないチャンスを生かします。前半の18分にはキーパーの反則からフリーキックを得ます。そして木村が見事にゴールを決めました。全日本が1点先行です。1点を先行して勢いに乗る全日本はなおも攻めます。28分にはバックスの野村がドリブルで持ち込んでいきます。最後は左足でシュート、見事に決まって全日本は2点目を挙げました。シュートの数では圧倒的に多いボカジュニアーズですが、全日本のバックスは徹底的にマラドーナをマークして素晴らしいディフェンスを見せます。結局前半は2対0で終わりました。サイドが変わった後半に入るとボカジュニアーズはさすがにプロらしいプレーが出ました。後半の4分、ゴール前に攻め込んだボカジュニアーズ、マラドーナからガレカへ返す球、マラドーナディフェンス3人外してのシュート、見事なシュートでした。マラドーナ一緒に来日した家族の前で約束の初得点です。婚約者のクラウディアさんも大喜びです。若干21歳の若さながらもキャプテンを務めるこのマラドーナを中心に1点を追って猛攻を見せるボカジュニアーズですが、全員攻撃そして全員防御の全日本もよく健闘します。残り10分を切ってこのまま全日本逃げ切るかと思ったんですが、ついに後半の39分、同点に追いつきます。ペロティのセンタリングをマラドーナがゴール前のガレカへヘディングパス、難なく押し込んで2対2の同点です。さらにその直後の40分にはマラドーナとトロビアニが絶妙のコンビネーションを見せます。最後はマラドーナ、これで逆転。全日本も最後の気力を振り絞って必死に反撃を試みるんですが、今一歩及びません。結局3対2で
プロの意地を見せたボカジュニアーズが全日本を下しました。なんとも惜しい全日本の健闘だと言えるでしょう。20億円なしマラドーナが関西のファンに初お目に。ゼロックススーパーサッカー第2戦、アルゼンチンのボカジュニアーズと日本代表の試合が今夜神戸中央球技場で行われました。この試合、なんといっても観客の目を集めるのはスーパーヒーローマラドーナ。精密コンピューターにとびきりのパワー付きのエンジンを搭載したようなサッカーマシンの躍動にファンが酔います。対する日本代表の第1戦引き分けの大健闘、その寄せを勝って前半18分、フリーキックのチャンスに木村が弧を描いた見事なシュートを決め先制します。今夜の神戸は気温3度と身を切るような寒さ。この寒さに戸惑う五花の今日ついて、日本が28分にも野村がセンターライン付近から6番モーセと競り合い、ゴール左前から2点目のシュートを取り組みました。一方のボカは日本の予想以上の強い当たりと徹底したマラドーナマークにたじたじ。結局日本が2対0とリードして前半を終わり、観客は日本の金星への期待に沸きました。後半に入ってボカは4分、エースマラドーナがガレカからのパスをワントラップした後左足で決め、ようやく反撃の開始です。この後もボカはほとんど日本エンド内でボールを支配、超一流チームの神髄を発揮して日本を守勢一方に追い込みます。一方の日本は後半に入って急に疲れが出たのか動きが鈍くなり、ゴール前への結集が遅れて掴んだチャンスをみすみす生かすことができません。ここでもう一度マラドーナの妙技をご覧いただきます。試合は残り10分近くまで日本のリードで進みましたが、39分に11番ベロッティからのパスをマラドーナがヘディングで受け、ガレカが強烈に左足でゴールインして同点に追いつきます。そしてすぐ後の40分にもゴール前でガレカとマラドーナの見事なパスワークから、最後はマラドーナがあっさりと決めて逆転。ここで力尽きた日本をこのまま押し切ってゲームセット、ボカが3対2で勝利を収めました。なおボカジュニアーズと日本の最終戦が24日の日曜日、東京国立競技場で行われます。